RSK ホールディングス株式会社は日本の認定放送持ち株会社。岡山市日本境奥産業放送株式会社が2019年4月1日に会社分割で放送事業などを RSK 産業放送株式会社に承継し、称号を変えて持ち株会社に移行した。認定放送持ち株会社への移行は中国地方では初めての事例だった。 産業放送は1953年にラジオ産業として開局、1958年にテレビ放送を開始し、1979年に岡山県と香川県のテレビジョン放送の相互乗り入れを開始した。ラジオネットワークは TBS ラジオをキー局とする JRN のシングルネットであったが、1997年に 文化放送と日本放送をキー局とする NRN に加盟し、クロスネット体制となった。テレビネットワークは TBS テレビをキー局とする JNN に加盟している。こうした中、中核となる放送事業はインターネットやスマートフォンの普及や映像技術の進歩、ラジコの開始などによってメディア環境は著しく変化している。当社も この放送事業の変革期や新社屋建設を契機に、企業としての効率的な体制を検討した。その結果、業用最適化と収益力強化を図るとともに、グループ全体の協調と各社の自立を強化するため、経営組織の整備が必要と判断した。その手段として、2018年5月25日に、放送法第159条第1項に基づく、 総務大臣の認定を条件とし、会社法757条に基づきテレビとラジオの放送事業を分割準備会社に承継すると発表した。承継先は、同日に設立された山陽放送分割準備株式会社で、2019年4月1日に RSK 山陽放送株式会社に称号変更した。旧法人である山陽放送株式会社は、 2019年4月1日付で、法人の称号を RSK ホールディングス株式会社と改め、グループ各社の経営管理、不動産賃貸事業に特化し、承継先の RSK 産業放送やグループ会社の RSK プロビジョンと RSK サービスが参加となった。また、認定放送持ち株会社の申請の際、香川県高松市を放送エリアとするコミュニティ、 FM ラジオ局、FM 高松コミュニティ放送を関係する放送事業者として申請している。なお、認定放送を持ち株会社は全国で10社目で、JNA の加盟局では TBS ホールディングス、中部日本放送、RKB 毎日ホールディングス、MBS メディアホールディングスに次いで5社目となり、東京都、大阪市、名古屋市、 福岡市、北海道の機関局が集中している後、大都市圏以外の放送局では、初のことになる。テレビラジオを分社化した TBS ホールディングス、中部日本放送、MBS メディアホールディングスとは異なり、RSK 山陽放送の運営体制は、RKB 毎日ホールディングス同様に、ラテ県営を継続する。RSK ホールディングス及び山陽放送の資本構成。 企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展、1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2015年3月31日、2019年3月31日時点。分け謝前、ありがとうございます。